どうも、かなちゃん大好きセンターテイルです。こちらはうちのキスイガメのシェリルなんですが、元気ですね。実は今回なんですが、この水槽の浮島を作りました。はい、またもね、木製の浮島なんですが、先日までこのキスイガメの水槽ではタートルドッグっていう、まあ市販で売ってる亀の浮島を使ってたんですが、まあこのね、シェリルも結構大きくなってきて、体重もね、ちょっと若干ダイエット必要かなっていうくらいな感じなんですが、結構重くなってきたんでね、その市販の浮島だともうどうしても沈んでしまうってことになってきたんですね。なので今回はこういった浮島を作ってみました。まあ以前から、木でね、亀の陸地を作ったりしてたんですが、まあこれまでは置き型のものを作ってましたね。はい、こちらが先日作りました日本石亀と草亀の水槽の陸地です。これはね、置き型になってまして、こう水槽の底にこう足で立ってる形になります。今日もね、草亀のリンリンが干してますね。まあ結構ね、大きい陸地にしたんで3人で干せたりもするんですが、今日は独り占めしてますね。かわいい。で、まあこれなんですけど、まあ市販の陸地だと結構ね、陸の下が止水器になっちゃったりして、そこでまあ良くない雑菌とか嫌気性の細菌が湧いてしまうってことがあるんですが、まあこれはね、こうなるべくこう足に隙間を開けたり、こう下もね、隙間があるようにしてるんで、まあそうそう嫌気性が湧くとかってことはないようにはしてるんですが、まあそれでも若干水の流れっていうのはね、まあ本当に多少なんですが止まってしまったりっていうのも、まあこれは大丈夫だと思うんですけど、まあ置き型だとね、若干そう水流を妨げてしまうっていうような弱点があるにはあります。まあこいつは大丈夫だと思うんですけどね。はい、まあ市販のやつとかだと結構止水器になっちゃったりっていうことが多々ありますよね。なんですが、こういった浮島はね、もう浮いてる状態なので、下に何かがあるっていうことじゃないんで、この下もね、止水器とかができないようなものになるんですね、浮島だと。まあこれもあってね、以前からうちでは水作の浮島を使ってたり、置き型の陸地よりはその浮島を使うようにしてたんですが、まあその浮島もね、市販のやつだと小さかったり、まあ結構もう沈んじゃったりするんで、今回はこれを作ってみました。で、結構ね、よくできているなぁと思ってて、いや、うまくいったなぁと思ってて、まあ今みたいに、このキスイガメのシェリルが乗ってもですね、全然、沈むこともないですし、はい、うまくいったかなぁと思います。またこれはね、水槽によってサイズも変えてね、作ってあげれば、コガメの飼育なんかでも使えるなぁと思って、この下はね、シェルターにもなりますし、またこれ、こうやって間をね、陸と陸のこの板の間を開けてることで、この間のところで息も吸えるんで、このね、下に隠れてる子たちが、まあ、下に亀が隠れてたとして、上に行けば息が吸えるようになってるんで、まあ、その辺も子亀の飼育にも最適なんじゃないかなと思ったところです。まあ水深としてはね、ちょうどこの横から見ると、支えになってる木があるんですけど、その木の、間くらいまでの水深しかないんで、この空気を吸う場所も多々あるということで、はい、その辺も優れてるかなと思います。ちょっと説明下手でしたね今。すいません。まあ、何しろこのはい、この浮島の下がシェルターになって、そのシェルターの下でも息が吸えるっていうようなことを言いたかったわけです。ちょっとね、説明下手でしたね。はい、まあこんな感じでキスイガメもね、登ってますね。ただあんまりなんか今は日光浴したいっていうよりは、ただ通り道に使ってるような感じになってますが、はい、こういったものを作ってみました。で、このキスイガメの水槽はですね、汽水といって、まあ、海水ほどではないんですが塩を入れてるんですね。まあキスイガメはそういった汽水域で生息するカメなので、こうちょっと人工海水を入れた水で飼育してるんですが、まあこの木っていうのが、この人工海水に対して、まあ人工海水というか、塩の入った水に対してどれほどの耐久力があるかっていうのはちょっとまだわからないところではあるんですが、そ
その辺もね、今後使っていく中で検証していきたいかなと思います。まあいつものようにね、ただ木で組んでるっていうよりは、こう木を焼いてですね、表面を炭化させることでこう腐るのを、遅らせるような処置もしているんで、まあある程度は大丈夫かなとは思うんですが、まああくまで木なんでね、いずれかは腐るかとは思うんですが、まあうん、その時はその時でまた作り直しゃいいかなっていう感じですまあ亀の飼育用品なんてね、大概が消耗品なんで、まあこういうのもね、ダメになったらまた作ればいいっていう、はい、そういった気持ちで最近はこの木製の陸地っていうのをただ作ってる感じです。まああとこれをね、どうやって支えてるかっていうと、まあこの木自体は普通に浮いてるんですよ。でその浮いてるやつをこの水作の亀の浮島に使ってるこの吸盤と棒のやつ、これ なんていうんだこれ島を止めとくやつなんですけど、それを使ってこう島があっちゃこっちゃいかないように、止めてあります。これがなくてもね、全然浮いてるんですけど、浮いてるんで、まあそのままほったらかしといてもいいんですけどね、まあそうすると水槽とかにガンガン当たってちょっとうるさかったりするんで、こういうやり方にしてます。はいね、こんな感じでこのサイズの寄水亀が乗っても全然大丈夫っていう感じですね。はい、ということでね、今回はこういった浮島を作ってみたので、まずはこの浮島の作り方について見ていきたいと思います。まあほんといつものようにねもうほぼ木工の DIY みたいな感じなんですがせっかくなんで、どういう風に作ったかっていうのも見てもらえたらなと思います。ということでね、このチャンネルではこんな感じで亀の飼育に関して検証や考察をやっていますんで、よければチャンネル登録もよろしくお願いします。それでは作成風景の方に行ってみましょう。はい、ということでね、今回使うのはこの3枚の板になります。この木材なんですけど、なんか家に余ってたやつで、何に使ってたのかもちょっと覚えてないんですけどまあ随分昔に買った木材でね、ちょっとね覚えてないんですけど、まあ多分めちゃくちゃ軽かったんで、ファルカダの修正材かなと思ってます。でファルカダの修正材っていうとね、まああんまり、まあ、いい木でもないっていうかね、はい、まあ本当にちゃんと作るんだったら、ヒノキとか杉とかの、まあ、ある程度水に強い木がいいのかなとは思うんですが、まあ、今回はちょっとこれが余ってたんでこれでいきます。でファルカタの修正材っていうとね、まあ軽くて加工はしやすくてね、比重も軽くて水に浮きやすいんで、まあ、浮島にはちょうどいいかなとは思うんですが、まあ一方でちょっと脆い部分があるんでね、まあ亀がたくさんこう上り下りしたりとか、まあ、噛んだりした時に、まあ、もしかしたらちょっとこう削れてっちゃったりするかなというのがまあありますけど、うん、まあ今回はねはい、まあ家に合わせたのを使わないのがもったいないんで、このファルカタ材っぽいやつを使っていこうかと思います。でまあ線をいろいろ引いてるところですね。線が引き終えたらその線に沿ってカットをしていきます。でこのカットするのに使ってる工具なんですけど、まあジグソーというやつで、でうちのジグソーがねもうダメダメなんですよ全然まっすぐ切れなくって、はい、まあガイドとか使ってないんですけど、逆にね、なんかガイド使うと、もう変な方向に反れていっちゃうっていうか、なんか刃がもう曲がっちゃってんすよね。刃の取り付け部分が。まあこのジグソーがね、もう何、15年前くらいとかに、3000円とかで買った、まあ激安超フルの両尾のね、ジグソーで、マジでこいつがね、もう刃が曲がってて、これ触んのも超怖いんすよ。あんま使いたくないんだけど、まあ今回はね、ちょっと長めのカットだったんで、仕方なく持ってきましたが、はいそんな感じです。はい、カットが終わりましたら今度はヤスリ掛けをしていきます。まあヤスリ掛けもね、この電動サンダーを使って、まあ横着をさせていただいてますねはいこいつもね、同じタイミング15年前くらいに買った激安サンダーで、まあ本当にね、暴れん坊でして油断するとね、木の端っこ持ってかれるんで、結構気使ってやってるんですけど、まあこういったね、電動工具があるとまあいくらか楽ですよね。はい、そしてヤスリ掛けが終わったら、次は木を焼いていきます。まあこれはね、まあそんなに大変な作業でもなくって、まあひたすらに炙っていくっていう感じです。
ただね、まあ前にも言ったかもしれないですけど、まあ旗から見たら何してんだこいつっていう風に、ね、見えちゃうんで、ご近所さんの目だけはちょっと気にした方がいいかもしれないです。まあここはね、もう本当に、ガンガン焼いていくっていう感じですね。木が焼けましたら、今度はその焼いた木を、金ブラシで磨いていきます。この焼いたばっかの木はね、すすだらけになってるんで、このすすを落としていきます。まあこの作業がね、本当に一番大変ですね。この陸地を作るときにの作業の中では。もうね、ほんと、右手が腱鞘炎になるんですよね、これ。もうひたすらに、ただひたすらにすすを落としていくっていう感じで。まあ最近覚えたのは、もう水でこう流しながらやっちゃった方が、もういちいちね、すすを払う手間が省けるっていうことに最近気がつきましたかね。まあここはね、早送りしてるんで、まあ伝わりにくいと思うんですけど、実際の作業時間としては、全部の木をやったら30分くらいですね。うん。きつい。はい、磨きが終わりまして、材料が出揃いましたんで、これを組み立てていきます。組み立てていってるんですけど、まあ実はね、ちょっとここでミスをしていまして。まあ、本当にね。まあ何かっていうとね、この支えの位置がね、手前すぎるというか、端側すぎてね、最後に水柵の、ボート吸盤のやつをつけなきゃいけなかったんですけど、あれをつける場所のことをね、完全に忘れてやってましたね。はい。なので、ビスを抜いて組み立てし直してますね。はい。もう本当にね、現物合わせの行き当たりばったりな感じでやってるんで、まあ本当に皆さん工作するときは計画的にやった方がいいですよっていうね。誰が言うとるんじゃいっていう。はい、まあいろいろありましたが、組み立ては終わりまして、まあ余計なね、穴ぼことか開いちゃいましたけど。はい、まあこのね、水柵の、棒を取り付けるための穴を開けていきます。まあこれもね、現物を合わせてこう位置決めをしていきます。まあ1センチくらいの大きさの穴を開けてる感じですね。はい、これはね、水柵のあの棒を取り付けるための穴を開けたんで、裏側をヤスリで鳴らしてるところですね。まあ穴はね、実は両側につけてます。はい、ヤスリがけした位置がね、この焼いてない状態に戻っちゃったんで、また焼いてます。こういうのもね、本当に、最初に焼く前にちゃんと穴開けしてればこの手間なかったんですけど、まあ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 だんだんとね、この荒さが出ちゃってますよね。はい、まあもうついでなんで、もう最後の洗いとして、全体も磨いていってます。はい、それではね、取り付けをしていきます。で、90センチ水槽はね、内寸が奥行き方向43点いくつなんですよ。なんで今回板も43で取ってるんですけど、まあちょっとね、これがかなりキツキツでして、うん、なかなかね、入らないというか、入らなかったんですよね。入らなかったんですよね。まあ多分ね、組み立ての時に若干誤差が出たんだと思うんですが、いやー、入らないですね。はい、ということでね、動画も回しませんでしたが、もうね、端を切って、また焼いて、また磨いて、っていうのをやってきました。もう、勘弁してくれよ。頑張れ、センターテイル。まあね、まあなんとか入ったんで、今度は、水柵のやつを取り付けていきます。で、まあここもね、本当はこう両側に穴開けて、2個で取り付けようと思ってたんですけど、まあちょっと短くなっちゃったんで、それもうまくいかなくなっちゃいましたね。まあなんで、片側だけで取り付けてます。まあ今のところ、片側だけでも十分機能は果たしてくれてるんで、まあ、はい。そんな感じです。はい、ということでね、雑工事の様子を見ていただきましたが、まあなんとか形にはなりまして、まあ、シェリルもこうしてね、バスキングをしてくれてます。はい、気持ちよさそうですね。まあ前まで結構ね、本当に、沈み始めてたんで、陸地が、まあこうしてのんびりとバスキングできてればよかったんじゃないでしょうか。見た目的にもね、ちょっとカントリー感あってかっこいいかななんて思ってるんですけど、いかがでしょうか。はい、まあね、ちょっと素材がね、ファルカタっぽい木だったんで、
まあどんだけ耐久力があるかはちょっとわかりませんが、また汽水の影響もあるんでね、実際どこまで持つかわからないんですが、まあもしちゃんとやるんだったらね、まあこれで結構ね、ちゃんと浮き島ができることがわかったんで、もしまた作るんだったらヒノキとかでねやってみたいですね。それではね、シェリルの現在の体重なんですが、470g くらいですね。469、470、これくらいの大きさの亀でもね、浮島は沈まなかったんで、500g くらいまでは全然余裕でいけると思います。まあ、もっといけそうだけどね。はい、ということでね、今回はこちらの寄生亀の水槽に向けて、亀の浮島を作ってみました。まあ木製のね、こういったものを作ってみました。いかがでしたでしょうか。まあなかなかのね、雑工事だったんですけど、まあ仕上がり自体はね、まあそんな悪くないんじゃないですか。でこれね、まあ最初にも言ったんですが、まあ横から見るとこんな形になってまして、で水位としてはね、だいたいこの辺まで、でこの辺でぷかぷか浮いてる感じなんですよ。はい、なのでまあこの下にもね、入ることが当然できて、でまあ割と今みたいな水位じゃなくてもっと低い水位で使ったとしたら、まあ、この辺がねシェルターになってきて、でかつ水はこの辺までしかないんで、まあ中に入ってても、中でね息ができるんで、まあ、ここもこう空気が入ってくる場所もありますし、なんでね、シェルターにも、使えるし、こう陸地にも使えるっていう形になってると思います。まあこれはね、狙ってやったわけじゃなくて、こういう風に作ったらたまたまいい感じの水位になってくれたんで、ここぞとばかりに PR してますが、はい。はい、そういった感じになります。でもともとね、沖型の陸地をね以前に作って、でそれが浮いちゃうなーっていうね思ったところから、これ浮島の方がいいんじゃねって、はい、思ったのがまあ始まりだったんですけど、まあ実際ね、木っていうのはこんな感じで浮いてくれるんで、浮島にもなるっていうことが分かったかなと思います。まあなので今度からはね、もっといろいろ浮島シリーズっていうのもね、いろいろ試してみたいですね。ただ置き方は置き方でね、またいいところがあってね、こうなんか重りでも1個置いとけば、まあそこにねずっしりとこうとどまってくれるんで、浮島だとねどうしてもこうあっちゃこっちゃいっちゃうんですけど、まあ置き方は置き方でねいいところがあるんで、まあどっちがいいかって言ったら、まあ一長一短ですからね。うん、置き方もねかっこいいんでね、いいんですけど、はい。まあこういったね陸地自作シリーズは今後もやっていきたいと思いますんでね、はい、ぜひよろしくお願いします。でスロープもね、まあこういった、4枚の板で作るようにしたんで、ここにこう隙間が生まれるんでね、ここにこう手足を引っ掛けて、登っていけるんでね、多分小さい亀でもね登りやすいんじゃないかなとは思います。はい、ということで、こんな感じでこのチャンネルで亀の飼育に関していろいろやってますんで、よければチャンネル登録をよろしくお願いします。ということでね、ここまでのご視聴ありがとうございました。皆さんも良い亀ライフを。それではさようなら。